全員後ろ見てみな、全員先輩の子なんでこんないっぱいいんのね。ちょっと今日はなんと古代ローマのコロッセオに遊びに来ちゃいました。いいですね、なんかすごい建物だ。マキ、古代ローマのコロッセオ知ってる？知ってる、コロッセオだろ、正式にはコロッセオ、ラテン語さ。おい、頭いいマキ。いや、そう、適当なこと言った。とりあえずね、剣闘士っていうのが戦ってた場所なんだよ、ここは。猛獣とか人間対人間とかで昔は戦ってたんだって。今日は僕たちがそれを完全再現していきたいと思います。じゃあルールを説明しよっか。こっちこっち。このレバー、いろんなねモンスターの名前が書いてある。そう、これね2つのチームに分かれて対戦するんだけれども、うん、例えばエンダーマンを出したかったらこれを1回こうカチャってやる、ね、エンダーマン。じゃあここに入ってるのかな。あ、入ってる入ってる。レバーで引いたやつが入るの。そう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 、うん、で自分のモンスターを揃えて戦わせるの。ただモンスター同士じゃなくて、僕たちはモンスター VS 僕たちのどっちか、2人チームに分かれて、先攻と後攻に分かれて、マイキーがモンスターだけで、僕が僕1人でそのマイキーの選んだモンスターをと戦うで、勝ったら勝ちみたいな。ここにジョインってね。これね、ジョイン。ゲームスタートボタン押すよ。いいよ、スタート。まあ、勝てないからね。えいえい。これ練習試合でしょ。練習試合。うんうん、なるほど。わあはあ、こういうことね。オッケー、こんな感じでマイキーと対戦をしていきます。じゃあ早速やっていこうか。電池が先行で戦って。いい、じゃあ僕先行。よ よし、じゃあ僕キャラクター選んであげるよ。弱そうなにしてあげよう。スパイダーと相手を思いやる気持ちが大事だから、味方スケルトン1体とスパイダー、あ、ゾンビ1体、まあいいよね、2体ぐらいいいだろう。ジョイン。ルールを確認するけど、とにかく相手を全て倒すのだ、うん、ルールはそれだけ。いい、同意した。いいよ。パイル、何でもありだ、全員勝て、倒してやる全員。頑張って。お、余裕余裕。いいじゃんいいじゃん。いいね、味方が強い。味方やられちゃうよ、大丈夫。トライデント、集中集中。トライデント、トライデントやっぱ強いの？使ったことない。トライデントね、強い。ピューン。あれ、僕の味方全員やられた、もしかして。やられた。頑張って、集中集中。まあ初戦だからまだ、まあ、全員当時もこうだったんだ、殺伐した空気が流れるんだと。これが戦闘強さ。観客ゼロだけどね。そう、僕がいる。おお、マッキー今日玉座に座ってたの。いい、ね、はい、勝っていく、イエーイ、僕の勝利。1戦目はこんなもんかな。1戦目はこんなもん。ということは僕か、次は始まった。はい、よしよしよし、僕はここで見ててあげよう。なえー、いいけど、マイキ自分が燃えてんじゃん、それ確かに。そっそっそっそ、分かった分かった、魔法で勝つ、僕は魔法。マッキーの魔法禁止じゃないから、魔法魔法禁止じゃないから。あ、でもドローンで魔法で勝つ。じゃあ斧、鉄槌斧で戦うのか。鉄槌鉄槌、ザコダン。あ、でもやるじゃん、勝ちじゃん。1対1だね、今。え、僕味方2体強いのにしよう。ズーズー、ゾンビピックマン、スケルトン2体、こんなもんかな。ああ、結構良心的じゃないか、マイッキー。いつもよ。勝てると思う？マイッキーはなんだ？ピックマンとエンダーマンとスケルトン2体。余裕余裕。ルール聞いて覚えてる？言って。なんでもあり。うん、いいよ。なんでもありだよね。オッケー、これなら勝てるわ、余裕で。なんでもありだからね。よし、マイッキー早く回収しようよ。ねえ、ちょっとマッキーねえ、なんでもありだから、全一ねえ、多すぎでしょ、全一、ね、これが当時の剣闘士を知る僕のやり方さ。マッキー絶対じゃないから、打ってやる、マッキー。全一、最後に言い残すことあるか。いや、ルールはなんでもあり、当時もこうだった。その当時を知る僕はすごいぞ、全一。わかったから。さあ、覚悟できたか。マッキー、ずるずるじゃない、聞いてるんだ、覚悟はできたのか。分かった、じゃあ、分かったよ、分かった分かった、できたのかって。できたから、できたから。よーし、それが聞きたかったんだ、男だ、それでこそ。僕、ファントムいるから勝てる可能性あるから、まだ。まだ無駄口叩いてんのか、お前。ハグはできたのかって聞いてんだよ。無駄口叩くな、ほんとに。たぶん。いけ、我が軍。我が軍に勝利を与えたまえ。ブリーズ、マジ強いから。いけ、聖一がやられてる。タコ殴りだ。気持ちいい。いけ。集中全員後ろ見てみな、全員先輩の子。なんでこんないっぱいいんのね。ちょっと集中集中、ザコダン。次僕で最後だよ。あ、てかせっかくだろ、俺この街見てこようかな。ここに地下室とかある、見てみ。ほんとだほんとだ、すっげえや。マキ、そこなんか面白いなったら教えてよ。次本当の勝負じゃあ。本当の勝負。負ける覚悟ができたら声かけてね。僕は散策してるから。懐かしきこのコロッセオ。僕は栄光をつかんでいた時代の街並みを散策しているからね。素晴らしい。マキ強かった。そう、当時ね、コロッセオで強かった僕はとても金持ちだったのだ。賞金を荒稼ぎしていた。
懐かしい日々だ。そこまであからさまな嘘は久しぶりに聞いた。マイキー、なんか面白いものあった？当時を懐かしんでいて、当時の栄光を懐かしんでいたのだ。スーパースターだったのだ、当時から。最終戦しよう、最終戦。じゃあ俺最強の味方にしよう、絶対負けたくない。いいよ、ブレイズ2体だ、やっぱり。いいよ、ブレイズ使っても。マイキー、さっき僕に、自分がやったから僕にやられるのが怖いんでしょう。怖いよ、だからチェックしに行く。じゃあ僕ゾンビピック、ゾンビ、いや僕ゾンビと、まあ無難にクリーパーかな、まあエンダーモンと、まあスパイダー、スパイダー3匹ぐらい、うん、まあウィッチ多くない？ずるくない？こっちも味方増やそう。ずるいなあいつ。よし。味方増やします。そんな多くない。マッキーいいの、まあいいよ。じゃあマッキー増やしてみよう、別に。Thank you。ねえ。なんだよ。間違えちゃった。間違えてちょっと伏せて。おお。まあまあこんなもんかな。全員もこれでいい？決まりメンバー。いやそのさんもずるいからそれ。なんだよ。それは増やさないで。そっちも決まりね。僕は何も言ってないよ。決まりなんて。そっち決まりなんでしょ。これでもう決まりね。うん、これで決まり。うん、これで決まり。増やすね。ズルするなよ。俺はまだ決まりって言ってないから、俺は増やすけどね。ずるはぁ、なんだよ。はい、じゃあもう決まり。はい、もう決定。メンバー増やさないこと。約束ね。これはルールだから。え、ないんじゃ、ルールはこれ以上増やさなければいいの。そう。何でもありだから。それは言ってるじゃん。しつこいよ、全一。男らしくないね。え、じゃあモンスター増やすのはダメなの？それだけ禁止なの？モンスター辛さだけだ禁止。もうこれ以上は増やさないで。あとは何でもあり。まあさ、まあけど全員こっち来ね。負ける覚悟ができたってことだよね。お、マイキー入った。うん、負ける覚悟ができたってことだろ。俺はけど火は使うよ、ちなみに。じゃあどうやったら勝ちなの？どうやったら勝ちなの？全滅して僕も倒れれば君の勝ちでいい。じゃあこれ最終戦だから、僕がマイキーのパーティーを全滅させたら僕の勝ちってことでいいの？で、モンスターを増やさなければ何でもありなんだよね。モンスター絶対増やすな、約束して。こっち見て、ちゃんと目を見て約束して。まあ、だもう増やさない、絶対。もう増やさないですってちゃんと言って。もう増やさないです。モンスター絶対に増やさないです。マイキー様ってちゃんと言ってね。うん、マイキー様、もうモンスター増やさないです。マイキー、その代わり負けたら、なんか罰ゲーム。1週間。1週間風呂入んない、分かった。やだ、いいよ、入っていいから罰ゲームいらない、分かった。はい、ルールは、モンスター増やす以外、何でもありね。OK、じゃあスタート。いけ、我が君、いけ、いけ、我が君。レッツゴー。よし。待って、待って、何？ちょっと待って。待って。わあ、はい、何、何、何、ちょっと待って、駆けつける。何が起きたの？僕の勝ち。ほら、僕のウィッチが1匹残ってる。え、何が起きたの今？なんだこいつ、待って。この野郎、こっちの父に取ろうとしてる。なんだこいつ。マッキーの負けだよ。なんで？だってマッキー全滅したの。ちょ、何言ってるか分かんない。え、負けた僕。しょうがない、全員一週間お風呂入らない。やったよ、なんか変な臭そうな匂い出てるし。やったー、僕の勝ち。チャンネル登録よろしく。全員一、お風呂入んない約束しよう。全一くん、これが本当のやり方。当時のコロッセを知る者のやり方さ。絶対マイキー知らないから。オッケー。で、ちょっともうここら辺の周辺の町で見つけた武器だけで戦ってあげるよ。あ、いいよ。あ、それいいね。マイキー今ズルしたから。それぐらいの感じ。ズルじゃない。黙って今の訂正して。ルール何でも回したからズルとかなくない、全一。わかった、じゃあルール何でもある。今の発言、なんか今の発言ちょっと失礼だな。謝って。まあ、わかった、マイキー、メンゴ、メンゴ。メンゴじゃない、メンゴだって日本語ないぞ。高知園だぞ。僕、ウォーキングディッシュなら、生き字引きと呼ばれた僕に。心配しない日本語使っちゃダメよ。わかった、わかった、マイキー、ごめん。ごめん。うん、そうさ、ルールは何でもありだから。言ったもん勝ちさ、全一。そこも含めての戦闘だから、今。心理戦、トークでの戦闘始まってる。油断してる全一が悪いと言っても過言ではない。僕油断してる全一は YouTuber として今喋ってるからかぶせない。ジョインして。お、見ていこう。お、ちょっと敵の。あ、いたいた。オッケーオッケー。よし、うんうん、じゃあチームレディー。うんうん。レディー。じゃあ、全一、こっちだよ。ん？これ。お、マッキーじゃん。じゃあ、こんなもんか。うんうん。僕このメンバーで行くから、マッキーいいよ。じゃあ。スタート。でもまだ勝てる可能性全然あるから。まだ喋ってるの君、なんか言った？しつこ。いや、まだ勝てるから。スタート。いや、まあ、最後僕 TNT の罠を仕掛けておいたのだ。マッキー気づかなかったな。そういうことなんだ。気づかなかった今も。あ、そういうことね。だから爆発したのか。そう、やったー。罠が強すぎたのか。しかもちょっとね、マッキーいいこと教えてあげようか。マイキーの出したクリーパーが爆発することによって、マイキーの味方のゾンビクモンが全滅してた。じゃあ IQ289 の僕は作詞作に溺れたのか。溺れた。
なんだ火だけどな、水じゃなくて溺れたけど火だけどな。そう、まあ今日は僕の勝ち。やったー、バイバーイ。バイバイ。